お呼びいたします佐野岳さんそして中山雅史さんです皆様大きな拍手でお迎えくださいお二人どうぞよろしくお願いしますさあ本作では黄金の果実をめぐる戦いがございますのでそれにちなみまして佐野さんは黄金の果実を そして中山さんは本編の中で使用されたサッカーボールを持っての登場ですさらにライダーベルトをしていますはい、中山さんがなぜライダーベルトをしているかは後ほど皆様にもご説明したいと思いますそれではどうぞお二人お座りくださいさあでは早速お二人にまずはご挨拶をお願いしたいと思いますはじめに仮面ライダーガイム カズラバコーテを演じる佐野岳さんお願いします。はい。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。仮面ライダーガイムカズラバコーテ役の佐野岳です、えー。この作品で J リーグとコラボするということであの小さかった時に夢見ていた仮面ライダーに自分がなり、そしてまた同じく夢見ていたあのプロサッカー選手と共演することになり、なんか夢が本当に一変に叶っちゃったなっていう本当に夢のような時間でした。えー、本当に。 あのー、完成が待ち遠しくて仕方がありした仕方がない感じです、えー、今日は、えー、よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますありがとうございますさあそしてそういった意味では夢を叶えた側ということになるんでしょうか今回劇場版仮面ライダーガイムゲスト出演されました中山雅史さんお願いしますこんにちは、えー、仮面ライダーに、えー、出させていただきまして非常に興奮しました今もこのベルトをつけながら 興奮状態でですす汗だくです今、えー、皆さんにもこういうねベルトを持って夢を語ってもらいたいなと思います、えー、子どもたちに仮面ライダーへの夢そして J リーグとコラボすることによって J リーグの夢サッカーへの夢というものを大きく豊かに持ってもらいたいなと思いますしこれをすることによってまたサッカーに新しい視線を向けてくれるのかなと思ってます、えー、その中で、えー、僕のできることを精一杯やらせていただいたんで、えー、なんとか 皆さんに興味持ってもらいそして楽しんでもらえたら嬉しいなと思っております今日はどうも集まっていただきありがとうございますありがとうございます さあお二人にはこの後たっぷりとお話を伺っていきたいと思っているんですがその前にまずは先日中山さんが撮影に参加された時のメイキング映像をご用意していますので皆様にもご覧いただきたいと思います頑張れよ最後に行きましょうか、はい、お前もいいで頑張れよ、はい、行っちゃいましょうか、はい、なんかそんなんなりで来てもら 昨日の試合見たぜ。こ,こんな会話、ま。そうだ。この俺が。炎のストライカー。ちょっとごめんなさい。間違えました。<laughs> お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あの、まあ、率直に短い時間でしたけど。はい、感想をお願いしたいですか。いや、緊張しましたよ。あの、やはりきちきちっと立ち位置とかね。セリフがありましたし、まあ、それでも、あの、自由にやっていいということだったんですけれども、やはり。 えー、そこをしっかりやらないとドラマというかね仮面ライダーが成り立ちませんから緊張感いいっぱいでした、はい、とはいえ、中山さんあ,のあっという間にもうエキストラの方々がいういやいや、まあ、皆さんがね盛り上げてくれたんでね僕自身も気持ちよくやれましたし、まあ、それより何より的にボールが当たってくれたことが僕は嬉しくてしょうがないです。あいます、はい、お疲れれ様でしたた憧仮面ライダーの こういう現場に立ち会えて、そして出演することができて非常にありがたく思いますし、僕も仮面ライダーになりたいなそう思ってます。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ということでメイキング映像をご覧いただきました。えちなみにこの劇場版ガイムにはえ中山さんの他にもジェフユナイテッド市原千葉の佐藤裕斗選手、そしてジュビロ磐田の駒野の一選手も出演しています。さあそして。 中山さん先ほどあったように現場でプレゼントされたライダーベルト今日はしての登場ということになりましたが改めて中山さんあの場でこうライダーベルトをもらったときいやーまさかね子どもの頃にすごく欲しくて欲しくてそれでも手に入らなかったんですよ。で僕が手にししたたのはののはちょっとしたあのー なんですかねよだれかけみたいなそんなやつをあの手に入れたことはあるんですけども1号2号そこまではこのベルトをもらえなかったっていうか買ってもらえなかったんでその思いが一気にあそこで爆発し,たしてしまったかなという感じですね。 かかなりですうれし,、ね、しくてしょうがないですね、はい、これ、どこにつけていこうかということで、今、思案しているところなんですけどね、はい、<laughs> なかなかしていく場は、あんまり多くはなさそうですけど、ね、なかなかないんですけれどもね、まあ、プロレスの場面とかね、そういうところにチャンピオンベルトに対する、<laughs> IWGP に対するライダーベルトっていうのもあるかなと思ってます、はい、できれば、J リーグなんでサッカー関係の話しそうですね、いすやはり <laughs> チャンピオンシップに僕が今、出れればね、そ,ねそこでこう。 J リーガー大勢してければね、あ僕も厚労省もらっちゃったんで、なかなかそこにチャンスがなくなってしまったなっていうのがあるんでね、そこはチェアマンにお願いしたいなと思ってます、はい、さあ、そして改めてですが、中村さん、の VTR に,にもあったんですが、もともと憧れていた仮面ライダーに出られたオファーが来たときのお気持ち、いかがでしたか。はい、いや、何をするのかなと、まさか僕が仮面ライダーになるわけじゃないだろうなと。 うん、ただまあ仮面ライダーなら仮面ライダーで頑張ればいいかあとはスケジュールをどう抑えるかっていうとこかなと思いましたけれどもただ憧れである仮面ライダーに出る以上はその。 ライダーを怪我してはいけないと思いましたしどういう形で僕が参加できればいいのかなっていうことは思ってましたけれども、まあ、邪魔にならない程度に、えー、自分なりに頑張れたらいいかなとは思ってましたけどね非常に嬉しかったですちょっと自分がライダーになるかなっていうのもあったんですか <laughs> まあ一応中型自動二輪持ってますからサイクロンなんか用意してくれれば僕もサイクロンで登場してもいいかなとは思ってましたけどね。はい